はい、おそれさんです。ビーナス&ブレイブス、実況始めます。うん、暑くてね、何を言ってるか全然わからないです、はい、1043年の、最悪が終わりましてですね、次は1049年ね、1050年直前に、最悪が起こりますと。ちょっと待って、現状確認したい。何やったっけ、前回。覚えてねえな。毎回覚えてねえな。あのね、実況ね、かなり本数というかね、種類が増えてきてますのでね、つい昨日やったことは覚えてるんですけどね、2日、3日経つとね、もうちょっと忘れちゃうんですよ。何やったっけ、ほんまにわからんな。なんか噂聞いて終わりましたね。よし、もうそれ、噂聞いて終わったということで、いきます。確か敵が1体いましたね。すごい奴が。そいつを倒そうっていう話で、最悪行って終わったような感じ。何でしたっけ？獣人族。緑色のやつですよね。これ。こいつがオールベア強いんですよ。これね、攻撃力16。で、複数攻撃。5×4。まあ、だから集中攻撃されると、まあ、15ダメージは確実に食らうんで、ガードしたとしてもね。15以上の HP のない人間は全員外しとかんとあかんというね、まあ、結構な、魔物ですね。さて、2年、3年。じゃあ、とりあえずこれ見とくか。ね。こいつを見て、入団希望者。入れるか入れないか別にしてね。で、オールベアを倒しましょう。そういう感じでいきます。フェルミナなので、ここかな。いやね、本当にね、この、あ、まだ噂レベルってことか。親衛隊は頼りないし、この先王太はどうなるかね。入団希望者ってね、基本的にヘボいやつしか見たことないんで、あ、やっぱりまだ噂レベルか。バルキリーね、いやー、ヨゴザンスね、ユービレア、メイフール、もう似たような名前がいっぱい出てきてるね。よし、それじゃあ宗教都市グラツィアに行くといい。次はそこに行くって言ってた。うまく会えるといいな。なるほど。ここの噂も聞いときますか。もしかしたら噂が手に入るかもしれない。いや、ないっすね。はいはい。専門行こう。なんもね。出発するか。グラツィアは東側ですけど。これか。5年。まあ、ほっとくか。これって、5年経つと、5歳、都市が増えるのかな？増えるんでしょうね、多分。いや、わかんないね。例えば今18歳だと、5年後に入団させると、もうすでに22、3歳になると。いうのであれば、あんまり美味しくないですけど、今18歳で、そのまま18歳を継続できるっていうんであれば、このままほっとくと、ほっといた方が美味しいですよね。よし、倒すぞー。おいれ。よし。HP349、攻撃力が16、素早さ24。
初回攻撃力が3。あ、初回攻撃力か。ってことは19になるか。ちょっと強いな。で、5×4 の複数攻撃。これが、2、4、6、7。2、4、5、7。で、気まぐれ。土属性と。食べ物、特に果物に異常に執着するオールベアは、なら人間を襲うのよね。襲ってるわけじゃないのか。その奇妙な挙動は予測がつきにがたく、気を抜くと第一撃の初回攻撃で手痛い目に遭わされるでしょう。ああ、まあ初回攻撃力が高いっていうことね。まあまあ、まあまあ、こんなの、ベジータ様にね、勝ったら余裕ですわ。さて、じゃあどうする？どうする？そうよね、カシムにね、とどめをさせていただきたいよね。116ね、今。128。今回はローテーションしますか。ローテーションしよう。うん。はい、ですね、ようやく決まりました。今回はですね、ここいけるかな。やばいかな。まあ1回ぐらいできるでしょ。はい、ですね、4ターン目オロビが、あ、オロビじゃない、カシムがとどめを刺すという感じです。ですね、ようやくこのフィルウィラがですね、防御補助が15になったので、ここに影響を与えるようになりました。で、あとはまあここ結婚してる2人がいるんで、まあまあ関係ないか、関係ないですね。あとですね、なんだろうな、まあ、そんなとこですか。そんなとこですね。で、全員、比較的 HP の高い人にしてもらえ、立っていただきます。うん、まあ、HP 低いところは確実に、まあ、ガードしてダメージを創殺できるようにしてるんですけど、例えばレーベとかね、それからナワンカとかね、ダメージはそのまま直で食らいますので、まあ複数攻撃食らっても1回では死なないような感じですね。みんな、よし。いけるかな？いけるでしょ。ちょっとね、素早さが早いんですよね。よし、31。エクストラか、あー違うな、属性攻撃か。すげえ。はい、ローテーション。1、2、3、4。よし。まあね、この敵は強いとはいえ、初回防御と回復力がないので、まあ計算しやすいし、そんなにね、HP も400もないので、まあ短期間で倒せる感じですね。ただ攻撃力はね、とにかく強いんですよ。よし。で、ローテーション。
あ、これもしかしてイルビラ行くのか。そうなると大変だな。よし、分散した。あー、オロビじゃない。くっそ、まああれエクストラ出てなくても倒してたかな。42ダメージぐらい与えてましたもんね。さて、魔物がいなくなった。これで、おお、久しぶり。全然ダメ、もう孤独の海で溺れそう。演技うまいよな。そろそろ私と一緒に暮らしてくれない？もう一人は嫌いよ。そんなこと言われてもな、いつ行ったって一緒よ。どうせ私の気持ちは変わらないんだから。変わるとしたらブラッド、あなたじゃないの。ちょっと待ってくれよ。何か俺すごく追い詰められてないか。モテる男、モテてるのか。俺をからかって楽しんでるだけだろ。あ、バレた。うふ、ねえ、もう40年近くビビとも付き合いしてますけどね、一向に変わらないですよね。さて、魔物がいなくなったのでどうすっか。これやっとこうかな。三霊の宿場、あ、この前三霊の宿場は遠いなって言ってましたけど、ちゃいますね、めちゃめちゃ近いな。よし、あげよう。この近場に噂を立ててもね、あまり意味がないので。いつ何時災難が降りかかろうと、大事なものを守るには常に心構えを滞りなく保つのだ。さて、誰にするか、誰にしよっかな。防御補助っすよね。うん、全員防御補助ある。じゃあね、おいしいの、やっぱり成長をね、長い間できる人にあげてもらいたいですよね。メイプルにしようかな。あ、冒険者っていう点もあるか。あ、それいいね。冒険者にしよう。よろしい。これでそなたは人の盾となる力を身につけた。その技が一人でも多くのものを守ることを願っている。ね。将来の嫁さんを守るために、防御補助力が上がりました。さて、じゃあちょっと敵いないんで、あ、出てきた、オーガね。倒すか。強いな。強いな。いや、ちょっと子供を産みたいので一旦戻ります。何もなれへんかな。なってほしいよね。オールベアを倒しました。4人。あ、ということは倒したレベル割る2が人数なのかな。うん、今更知りました。多分そうじゃないのかなと思うだけですけどね。
お、やったやった。もう知りませんから。え、ちょっと待って。あなたはいつも他人のことばかり心配して。私は間違っているのか。私はそんなあなたが一番心配なんです。すまん。うっそー。うっそー。あーってことは次回か。ゾロバッシュなかなか結婚しないよな。どうなってんだねえ。26歳だよ。もうあと3年しかない。ちょっと怖いけど、ゼロ日遠征するか。久しぶりにゼロ日遠征って言っちゃったけど。まずまあ酒場行って、ただね、もうすぐね魔女がね入ってくるんで、ここで入れる。うわーうわ、いいよな、いいけど、うわーすごいな、なかなか引きが良くなってきたよ。良くなってきたけど、坂本ちゃんキーグロ、16歳です。あ、30か。まあいや、仲間にしないんだし。あ、ないのか。そういや、噂があるとか言ってたな。ないかな。それにしても最近魔物が増えたな。先の騒ぎといい、親衛隊にはもう少ししっかりしてもらいたいね。死んだら皆精霊教に行くんだわさ。精霊、妖精や精霊たちの住まう夢の国だよ。わしも置いてもうこれ以上何をするでもない。魔物を避けて修道院にでも入ろうかの。僕この間ムイムイ見たんだ、でもお父さんは見えないって言うんだ。どうしてだろう。わかんないんですけどね、ムイムイって多分澄んだ心の持ち主しか見えないんじゃないのかなと思いますよ。妖精みたいなもんかな。ここにはいないね。ムイムイね。このオートバレイの酒場にはムイムイいるんですよ。右上に。2匹ね、ぴょこぴょこ、ぴょこぴょこ、飛んでますわ。なんもなかったな。よし、ちょっと一回だけゼロ日遠征しましょう。もう怒られるの覚悟ですわ。一日だけね。あ、二日になった。さあ怒るよ、怒るよ。ほら、もう目つき変わってる。でもなんか怒り方も優しくなったね。うん、ようやく俺の苦労が分かってきたんでね。よし、来た。ふう、さて、二人とも心の準備は良いですかな。うむ、はい、よろしい。では5本、これよりゾロバッシュ・ヨムライネンとフィルウィラ・ハルメイヤ婚礼の儀式を執り行う。新郎ゾロバッシュ・ヨムライネン、
神父、フェリエラ・ハルメリア、そなたらは我らの精霊に永遠の愛を誓うか。誓おう。誓います。よろしい。ではここに新たな夫婦が誕生したことを宣言する。いいですね。ちぎりを交わせし者たちの精霊の祝福があらんこと。私にも守るものができたか。お前の幸せは私が守ろう。ああ精霊よ、私はこんなに幸せで良いのでしょうか。いやー、一時期どうなるかと思いましたけどね、ゾロバッシュがね、もう友情で、子孫がね、生まれないのかと、ヒヤヒヤしたもんですけど、無理やり切った甲斐がありました。はい。うわ、というか、もうこの、なんだろう、木漏れ日がえらい濃くなってるね。ただ、他のね、メンツが、子供が生まれなかったですよね。特にね、このナワンカと、ナワンカも二人生まれてるのか。ね、ノンとスーピに。魔術師が欲しいですね。で、あ、うわ、レーベ。レーベじゃないよ。これ、ナワンカやナワンカ。レーベね。が、聖騎士なんで。ああ、早くね。早く祈祷師の子供を産みたいな。あと3年あるか、でも。うん。さて、それでは、どうすっか。うん。今回は、ここで終わりたいと思います。はい。次回はですね、遠征で、オーガを倒したいと思います。そして、またちょっと、遠征から戻ってきたら、子供が産んでもらえれば、ね、安心して、今後のね、騎士団が運営できるんですけど、まあ、この辺りはね、運次第なのでね、まあ、祈っておきましょう。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。